今回は標本平均の分布と正規分布との関係という少し難しい話をいたします。テキスト丸10ページ2行目。袋の中に1、2、3という数が記入された玉がそれぞれ3個、1個、6個、合計10個入っているということですね。で、3というのが書かれた玉が一番多いわけです。2という玉は1個しかない。 残りは1っていうですね。この袋の中から無作為に1球玉を抽出するっていう時に、記入されている数 X っていうのは、当然確率変数になるわけですね。X の取り入る値は、X イコール1、または2、または3であって、それぞれの値を取る確率が、この表のように0.3、0.1、0.6となるわけですね、えー。合計の確率は1になるに決まっています。で、この表を用いて、確率変数 X の平均 small m、 標準偏差スモールシグマ。これを求めてやる。と、そうすると、6行目のような結果が得られる。ということですね。で、この計算、まあ、垢抜けない計算を遂行するわけであります。途中は飛んでいますけども、まあ、皆さん、これは難しくないということは理解していただけるでしょう。当然、標準偏差シグマを求めるためには、分散シグマの事情に相当するものを求めるわけですね。ですから、我々はシグマイコール0.9っていうふうに求めていますけれども、実際上、シグマの事情、 イコールってこれを計算するということであります。で、そういうわけでありますから、この袋の中から、復元抽出で大きさ2の標本を取り出す。どういうことかっていうと、復元抽出っていうことですから、玉を取り出したら、また元に戻すっていうことですねで。元の状態、常に同じ状態に戻す。で、大きさが2の標本っていうのはどういうことかっていうと、大きさが2って、まあ、大きさ n イコール2っていうことですね。 標本の大きさっていうのは要するに個数っていうことです、えー。要するに2個。n イコール2ということは2個の標本を取り出す。ということは、要するに2回玉を取り出すということをするっていうことですね。そして取り出した時の標本平均、x バー、それの平均。平均の平均ってやつですね。えー、それをお、おそれから平均の標準偏差。それはどういうふうに計算されるか。 言いますと、9行目のように、x バーの平均はまさに small m そのものであり、一方、x バーの標準偏差、それは、x の標準偏差シグマをルート m で割ったものであるということですね。これについては、標本についてお話をしたときに、そこで学んでいるわけです。復元抽出という単純な場合ですと、このようなことをですね、 えー、数学的にも証明することができるわけですね。さて、ここでですね、私たち今、標本の大きさとして、n イコール2っていうのを考えておりますけれども、この n という数を変えていったらどういうふうになるだろうか、とこういう問題を考えるわけですね。でそのために、まず n イコール2の場合、えー、具体的に x バーの取り入れ値、それを考察し,してみましょう。 それぞれの X の取る値は1,2,3のどれかなんですから2回取り出すということはその平均を取ったときに平均は 1, 1.、1.5、2, 2.、2.5、3のいずれかであるわけですね2回とも1を取り出せば平均が1になります1回目が1、2回目が2であれば平均は1.51回目が2、2回目が1であっても平均は1.5平均が2となるのは2回とも2を取り出す場合 というのと、1回目が1、2回目が3、ということもあるかもしれない。反対に1回目が3、2回目が1、ということもあるでしょう。こういうふうにいろいろあるわけです。で、それぞれの確率を考えてやる。と、この14行目と15行目の間に入っている表のようになるということですね。具体的な計算は結構めんどくさいわけです。例えば、13行目にあるように、平均 X バーが1.5って値を取る。 その確率はどういうふうにして求められるかっていうと、要するに1と2の玉が1回ずつ取り出される。そういう場合でありますから、1が取り出される確率0.3、そして2が取り出される確率0.1、で、えー、前後関係、順番、どうでもいいですから、かける2っていうのついてるわけですね。で、それで0.06というわけです。その他についても同様に計算されますが、先ほど言ったように、例えば、 x の値が2となる確率を考えるときにはいろいろな場合があるので、数え落としのないように計算しなければなりません。そして、このような形で n イコール2の場合の平均 x バーについての分布、確率分布を出すことができれば、同様に n イコール3とか n イコール4とか n イコール5とか n の値をどんどん増やしていく。 でそうした時の標本平均 x バーの確率分布ってを出すことができるわけですね。で、この x バーっていう標本平均の確率分布を考えていくと、その標本の個数、標本の大きさ、これが大きくなるにつれて、だん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 滑らかな曲線に近づいていくっていうですね。 実際にに曲線状になっていくっていくうわけですそしてやがては正規分布に近づくということが知られているわけですで。この正規分布は数学的にとても大切なものであるということを強調してきましたがその理由はこのように例えば何の脈絡もないような分布テキスト丸10ページの4行目と5行目の間に与えられたようなこの分布1と2と3について確率が0.30.10.6。 全くなんか無規則でありますねところがこの LargeX の分布はこのように、えー、まるで無規則のような規則でありますけれどもその中から取り出された標本の平均を取るその平均を取るというのを回数を増やしていくとその増やしていった時の分布は正規分布になるということですね。で、そのことがその正規分布が数学的に重要であるということの根拠なんです。 言い換えればあ、丸11ページのまとめでありますね。母平均がスモール M、母標準偏差がスモールシグマの母集団があったんすこの母集団は、平均と標準偏差、あるいは分散が与えられているだけでありまして、その母集団がですね、どのように分布しているかっていう、より詳しいデータは私たちは与えられてないわけですね。ただ、 母平均と母標準偏差だけが与えられている。その中から無作為に N 個の標本を取り出すというときのその標本平均 X バーの分布は N の値が十分大きければ同じ平均 small m を平均として持ちそして分散が母分散シグマ事情の N 分の1 そういう分散を持つような正規分布に接近していくということですね。n が大きくなるに従って、そういう分布に接近していくということです。そして、もし母集団の分布が初めから正規分布であったとすれば、その,その時には標本平均の分布は、最後の6行目に書いてあるように正規分布そのものになるということです。でも、 その母集団が正規分布じゃない場合でもですね、母平均がスモーレン、母標準偏差シグマ、あるいは母分散シグマ事情、これが分かっていれば、標本の個数を多くしていくと、それに従って、出てくる標本平均、それの分布は正規分布で近似することができるということです。 テキスト、丸12ページに行きましょう。例えば、ある県の高校3年生男子の身長、それを平均を M センチメートル、標準偏差が6センチメートルの正規分布に従っているとします。まあ、身長とか体重のようなものは、この平均のところに多くの人が集まっていて、 で極端に大きい人とか極端に小さい人ってだんだんこう減っていくわけですね。急速に減っていくわけで、あ正規分布を考えるのに最もふさわしい分布であるわけですが、この母集団の中から無作為抽出によって大きさ100の標本を取り出すとしたときに、その標本の平均 X バーと母平均 M との差が1センチメートル以下である。そういう確率を求めたい。つまり実際には 本当はすべての平均をきちっと出す,出すとか、えー、やんなければいけないときに、標本だけ、大きさ100の標本だけを取り出して、それで平均を考えたときに、その平均 X バー、これが本当の平均である母平均 small m とあまり違わない、そういう確率を求めなさいっていうことです。標本の大きさ small n が100であって、母標準偏差 s i g が6である。 そういうことを考えまして確率変数ラージ x バーの代わりに x-m それをルート n 分のシグマで割ったもの言い換えれば10分の6で割ったものそういう確率変数 z を考えるわけですねそうするとラージ x バーこれが small m と絶対値において1以下の差を持っているということは これを Large Z についての条件として書き直せば Large Z が6分の10以下ということになるわけですね。6分の10っていうのは約1.67になります。しかも確率円数 Z は標準正規分布 N の01に従うと考えていいわけです。そうすると Large Z が絶対値において1.67以下という確率は 結局、1.67に対応するその正規分布表、n の1.67っていう値を計算して、その2倍してやればよろしい。0.4525の2倍ということで、0.905こういうことになる。ということは、ス m ール m と x バートの差が 1cm 以下である確率。これは0.9である。極めて高い確率で、えー、平均というのを推定することができるということですね。 で、つまり、たった100人を抽出しているだけで、その100人抽出されたもの、それの平均を見れば、全体の平均との差が、まあ、せいぜいプラスマイナス1、離れている。そういう確率を考えているとると、0.9だと。それが1センチメートル以上、平均がずれている。そういう確率は0.1しかないということです。で、このような確率統計についての実用的に、 大変に大切な考え方は、この後、さらに展開していくわけでありますけれども、こういうふうに、標準正規分布に換算することによって求めることができる。これが基本的な手法でありますね。この同じ問題設定のまま、平均と差が1センチっていうのを0.5センチ、こういうふうにしたときにどうなりますか。あるいは、標本の大きさを100ではなくて64にしたとき、そのときにはどうなりますか。というのが、 下の問いでありますね。え、丸十三ページの問い。これは、まあ問題設定をさらに変え。え、母平均が60。母標準偏差が20の母集団。その中から無作為に抽出する。で、100個の標本。n イコール100。その標本を取ったときに、その標本平均 x バーが61よりも大きくなる。母平均60に対してそれよりも1以上大きくなる。 そういう確率を求めなさいという問題ですね。これも標準正規分布の考え方に還元して求めることができるということ。それをしっかりと理解するようにいたしましょう。ところで、これらの問題については、母集団の標準偏差であるとか、あるいは問題によっては平均、母平均であるとか、これが分かってるわけですね。それで、その上で標本平均っていうのを論じてる。ちょっと虚しいですよね。 母集団についてのデータが分かっているんだったら、そこから標本を出して平均を作るってことに意味がないじゃないか。本当の意味での統計学の重要さは、母平均とか母標準偏差が分からないときに、標本を選んできて、その標本平均から、あるいは標本平均の分散から、母集団の平均とか分散を予測するということです。でこの問題については、後で論ずることになります。